どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は AML を貯める上でどうしても多くなるクレジットカードって一月何枚発行していくのがいいというテーマでお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。この動画では AML をポイントサイトで貯めていこうとするとどうしてもクレジットカードが増えてしまうと思います。一月でクレジットカード何枚発行していくのがベストなのか、キャッシング額は必要などを解説していきます。1クレジットカードって一月何枚まで、キャッシング額ってどうする、 CIC ってご存知ですか、審査が落ちないためには。それでは行ってみます。私はですね、ビッグマイラー2年生、実質は3年目なんですけど1年目は活動していませんでしたので、正確には2年生ですね。現在14万6千マイルほど所有しております。この前7千マイル入ってまた6千マイル使ったんで、14万7千マイルぐらいですかね、今保有しております。昨年ね、動画にもしておりますけども SFC 修行をね行いました関係で保有マイルをすべて使い果たしましたのでこのぐらいの数となっております。でですね、一月クレジットカードって一月何枚までっていうことなんですけども、一月で多くても1枚です。2枚3枚発行している方もいるかと思いますけども、一月で多くても1枚にしておきましょう。実際にですね、一月、2、3ヶ月で1枚ぐらいがちょうどいいかと個人的には思っております。というのも、多重申し込みといって、基本的にクレジットカードを、一月でね何枚も申し込む方って基本的にお金に困ってる人もしくは、多重債務者が基本となっておりますので、審査はね、この人なんでこんなに立て続けにクレジットカードを申し込んでんのって疑問になりますよね、普通に考えて。私たちサイドでポイントサイトのポイントを獲得するためにやってはいるんですけども、一般的にはやっぱりそういう目線で見られますよね。ですので、基本的には一月で多くても1枚、できれば2、3ヶ月に1枚ぐらいのペースでね発行していくことをお勧めします。で、次はキャッシング枠はどうする。こちら私最初の方にすごい迷ったんですよね。キャッシング枠って何なんだろうっていう感じで、キャッシング自体は分かると思うんですけども、これってどうした方がいいのかなと思った結果、とりあえずゼロにしといた方が問題ないだろうと思ってゼロにしておきました。幸いね正解でしたけども、基本的にはキャッシング枠は0円にしておきましょう。もしポイントサイトの獲得条件で、指定がある場合だけね、10万とか20万とかにしてひとまず発行いたしましょう。その後ですね、変更できるはずですので、カード会社によってね、ポイントがもらえた後に0円にしておきましょう。これもね、先ほど言った通りキャッシングっていうのは基本的にお金を借りる行為ですので、その枠がね多ければ多いほど、審査にね落ちやすくなりますんでね、覚えておきましょう。次です。 CIC ってご存知ですかと、これはほとんど知らないと思うんですけども、私もねリクマイラーになってから知ったんですけども、 CIC っていうのが、クレジットカード会社で設立された、会社で、会社だったか団体だったかちょっと微妙なところなんですけども、このクレジットカード発行する消費者、画像見ていただければ分かると思うんですけども、クレジットカードローンを申し込むと、このクレジットカード CIC 加盟クレジットカード会社が、信用情報を紹介してですね、情報開示していく。で、これで、基本的にはこの CIC に情報が載ってない、もしくは、支払い遅延とかね、そういうのが載ってないか、載ってるかっていうのを調べる。という場所になっております。これに載ってる場合は基本的にクレジットカード落ちます。半年間落ちます。で、その支払い遅延など、多重申し込みですかね、基本的にはそういうので載るんですけども、半年間は消えないので、もし一度ねクレジットカードの審査に落ちて
新規発行できませんってカード会社に言われた場合は、基本的に新規に発行するのはやめて半年間ね我慢しましょう。この一度乗ったこの CIC 情報っていうのは基本的に半年間消えません。半年間消えないので、あの2、3ヶ月でもう大丈夫かなって発行してもまた審査落ちますので、そしたらまたそこから半年消えなくなっちゃいますんで、その審査が落ちましたっていうのがまたこれに乗りますんでね、基本的には半年間は開けておきましょう。一度審査をしたらね。で次です。クレジットカードの審査に落ちないためには何をするか。それは保有しているクレジットカードをね利用することです。まあ、基本的に先ほど言った CIC に、乗るっていう話をしましたけども、基本的にこの保有しているクレジットカードがあれば乗るんですよね。そので乗ってて傷があるかどうかなんですけども、この保有しているクレジットカードを利用していてちゃんと支払いが済んでいればね、何の問題もないんですよね。当たり前ですけどね。ですので今に現時点でクレジットカード1枚も持ってない人っていうのは基本的に CIC に乗る理由がないですよね。そういう方も結構落ちたりするんですよね。その私リクマイラ始めますって言って一番最初に発行するのはソラチカカードですよって言ってソラチカカードを発行したら落ちたっていう人も結構いますので、あのまあそればっかりはもうしょうがないので、あの審査が緩めのクレジットカードを先に発行して毎月利用する、そしてその後にソラチカカードを発行するみたいな手順を取るしかないです。ですので基本的には保有しているクレジットカードを利用することがこのクレジットカードの、ね、審査に落ちない一番の近道だと思います。まあ、というのも私が、約2年間ですね、まあ、2、3ヶ月に1枚のペースでクレジットカードを発行してきてますけども、少額決済をね毎月本当に100円とか15円とかしてます。まあ、基本的に一番多いのは15円ですね。何に利用するかって Amazon ギフト券15円分ですね。それを購入しています、保有しているクレジットカードで。そうすると基本的に毎月そう、まあちょっと面倒ですけどね、保有しているクレジットカードの支払いがちゃんとされてるっていうことで、あの信用情報がね強化されますよね。持っているクレジットカードを全然利用しない、発行したクレジットカードをすぐ解約するとか、そういう行為を繰り返していると最終的にクレジットカード審査落ちます、落ちますって落ちるようになっちゃうんでね、そこだけ気をつけてください。私がね唯一クレジットカードで審査落ちたのはプラチナカードですね。しかもこちらも、年収で落ちた感じが濃厚ですかね。まあそうというのもそのプラチナカードの審査に落ちて、その後、ゴールドカードとかを発行したら普通に発行できたので、どうやら審査の対象がその支払い遅延とかではなく、ただ単に年収ベースでね落とされたんじゃないかなと思います。それ以外でね約この2年間クレジットカードの審査1回も落ちておりません。まあちなみに私は普通のサラリーマンですので、まあ私だけっていう話ではないと思いますので、とりあえずこれを続けていればね基本的にクレジットカードの審査は落ちないと思います。プラチナカードだけ除くっていう話ですけどね。まとめです、まあ、クレジットカードは一月に多くても1枚にする、キャッシュカードはキャッシング枠は0円にする、ポイントサイトの獲得案件にあった場合はひとまず、その対象の金額にして後から0円にしてください。で一度クレジットカードし、カードの審査に落ちたら半年間は新規発行はしない。これ確実に 守りましょうね。一度審査をしたので、毎月少額決済でいいので利用する。
こちらは Amazon ギフト15円分でいいので確実にね利用するようにしましょう。まあ、今回の動画は、クレジットカードの、多重申し込みの話をさせていただきましたけども、 ANA マイルを貯める上でねポイントサイトを利用して、クレジットカードっていうのは案件をこなしていくとやはりクレジットカード自体はすごい増えていきますので、まあ、ちょっと手間ではありますけども、この1枚のクレジットカードを発行したことによって1万マイルが貯まったり8000マイル貯まったり、中にはもっと多いマイルが貯まったりすることもあります。特に、キャンペーンなどねあった場合は特にとんでもないマイルが貯まることもありますので、まあ、クレジットカードをね審査に落ちないようにねこのポイント活動リクマイラー活動をしていってみてはいかがでしょうか。今回の動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。